どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと初めてウクレレコンサートモデルを使いまして、この2本を用いていろいろな曲に挑戦していきましょう。ちょっとその前に2つお知らせです。今この使っているこのウクレレたち、 G ラボのウクレレたち、はい、本日よりですね販売と予約再開でございます。今日12時からなんで、もうねこの動画公開する頃にはもうな、このガズレレ公式ホームページで、いろんなラインナップご紹介されております。ぜひ5のウクレレ、めちゃくちゃいいウクレレですから、ホームページご覧になってください。あともう一個、はい、イベント開催です。8月18日仙台、9月の2日名古屋です。9月の9日と10月21日の東京大阪はありがとうございます。チケット完売ソールドアウトでございます。はい、続きまして11月2日、横浜でございます。ぜひ皆さんイベント2年ぶりですよ、ガズさんに会いに来て一緒にワイワイやりましょう。よろしくお願いします。さあです、今日はですね、テーマソング夏真っ盛りですけども、いい曲いきます。まさに今その扉を開けたい時、夏の扉でございます。皆さん、松田聖子さんの名曲、1981年のリリースなんですけど、この作曲はですね財津和夫さんですから、まあそれはもう素晴らしい名曲でございます。時期的にも素晴らしいしね、これ元気になっちゃう曲ですからね。はい、汗かきながら歌っていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様にもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半のかっこいいバージョンはいろんなコードの響きとか買ってくるとこもあるんですけど、やっぱりね、キメがね結構面白かったりとかするんですよね。フレッシュあそこ決めていきましょう。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽ってですね、聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけどなかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけどもう挫折しましたみたいな方、あっという間にできるようになるのがこの今ご覧いただいているガズレレのウクレレの方法なんでございます。もうちょっとしたらですね、ここにねリンクを貼ります。やってみたいなと思われた方、ぜひここに行ってみてね、やってみてもらいたいんですけど、このリンク先はですね、こうリストになってまして、上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけど、これがものすごい勢いでも皆さんにシェアされておりまして、もう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さんすぐできますからね。それではここのリンク、いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲、もう1800曲以上課題曲もあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんで、もしね、こんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名と、スペースガズレレと言って、YouTube で検索する。これがね、いいかと思います。さあ、それではやってまいりましょう。松田聖子さんの夏の名曲。思いっきり奏でていこう。夏の扉。簡単バージョンの方からやってみます。1,2,3,4。少し照れたよ。
田聖子さんの夏の扉ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。これ原曲聴いていただくと分かるんですけど、結構ね面白いコード進行になってるんですけど、これねやるとちょっと初心者の人難しいんで、なるべく簡単に落とし込んでいるシンプル簡単バージョンでございますね。まずはこれを手がかりにやっていってください。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになってまして、一番全部やって、で最後にサビの繰り返しリフレインをやったということなんですけど、これフルコーラスでやりたい方、2番のコード進行はですね、1番と一緒なんですよ。なんでちょっとまずこのガズレレバージョン練習していただいてもらって、慣れてきたら1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えてオリジナルの楽譜を作って、トライしていただくとフルコーラスもできるようになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まずはね今も言ったようにガズレレバージョンで練習していきましょう。まずシンプル簡単バージョンは決めとかね、ちょっとね響きのいいコードはまず本当に簡略化してます。後半のかっこいいバージョンではその辺全部フォローしてますからね、まずこれができるようになったらかっこいいバージョンにももりもりチャレンジしてもらいたいんですけど、まずこの簡単バージョンで歌っていきましょう。ガズレレの動画はですね歌詞とコード、出てますから、まずウクレレ練習していただいてもらって、1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズレレの動画と一緒に合わせて演奏できたらもう素晴らしいと思います。まずここまでやってみてください。一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌って音楽を生み出して、もうやっぱ自分一人だけで音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのはなかなかね難しいんですよ。なので最初のうちは楽譜を見ながら、動画じゃなくてね楽譜を見ながらだん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 何回もやって自分の体の中で落とし込んでいって、いずれはこの入道雲を見ながらね夏の扉を開けて歌うのがいいと思うんですけどね。はい、でも楽譜ってどこにあるんだろうってことで声が聞こえてきそうですけども、安心してください。今の演奏はですねガズの頃ノートに書いたものを、手書きノートを見ながら演奏していきました。ちょっと見てください。こんな風に書いててねですね、はい、これもうちょっとしたらみんなにもこう見えるようにこんなにカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた夏の扉を含むガズが今まで書きまくってきた手書きのねノート楽譜データとして皆さんのお手元に毎月5曲、お届けできるということで、5曲はですお選びいただきます。この曲憧れの曲やりたいんだよな、これいいなみたいな選んでいただいて、毎月5曲ですねお手元に即座にダウンロードしていただいて、この楽譜ってもちろんガズレレ YouTube と完全リンクしてる一緒のやつですからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月の590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとねラジオ配信をしてるんですよ。って毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもタダでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあそれでは楽譜の方を見ていきましょう。夏の扉、松田聖子さんの、名曲ですね。まあ今いい時期ですよこれは。はい、イントロ見ていきましょう。簡単バージョンはこの C4-4ブロックで言っていったんですけど、かっこいいバージョンはここね C と C+4 のフレーズ、これは結構かっこいいフレーズがあるので、これはねかっこいいバージョンで解説していきます。はい、今のは上の段をやったということなんでございますと。はい、でここにねこうくるっとこういう風にいろいろ書いてあるでしょ。 C とか F とかなんかここも決めとかいろいろ書いてあるんですよ。これかっこいいバージョンではですね結構ここに毎回決めが入ってくるということで、後で解説していくんですけど、今やったシンプル簡単バージョンは上の段を4つ引きで弾いていったんで、
簡単バージョンはかなり簡単になっています。ここに決めはですね、後で濃厚に解説していきますからね、かっこいいバージョンで。はい。まず見ていきましょう。はい。こんな風に今画面に映しておくので、お時間ある方、ちょっとノートに書き出して練習してみてください。今日このワンブロックちっちゃくなってますからね。ここで4回弾きますからね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4ってことですからね。はい。まあ、勝手に映しておくので、時間ある方書いてください。あと、それと、今ね、紹介させてもらったガズクラブで、この手書きのノートをそのままデジタルデータで皆さんお手元にダウンロードして練習スタートしていくっていうのもかなりねいいですよ。ガズのノートの特徴はですね、ここに V があったり、この言葉の上に点があるでしょ。これねリズムなんですよ。ワンツースリーフォー、うん、髪を切った私に、うん、こんな感じで、この V が休符だったり、この点のところにリズムが、これが分かりやすい。あとは歌詞カードには出てこない、この伸ばすという表現とか、この言葉をの置くタイミングですね。これがね、すごく参考になるということで、もこれめちゃくちゃ分かりやすくなってます。はい。ガズクラブでこの楽譜ゲットもおすすめでございます。後でも言うけどね、ガズクラブっていうのは、さっきも言ったけど、ガズクラブって楽譜のダウンロード以外にもいろいろ面白いことあるのでおすすめですよ。はい。まずはこのイントロから A メロね。ちょっと今日、ワンブロック、8ブロック書いてあるから、1行8ブロックだから、ちょっと詰まってるように見えますけどね。ちょっと場所の節約でございます。はい。OK。で、ここからまあ、サビの補修になるんですけどね。これが1回目のサビですね。ここちょっと見てもらうと、かっこいいバージョンではここに決めがあるんですよ。ここも後で解説しますけど、ここはぜひともマスターしてもらって、かっこいいバージョンやりたい人はね。で、ここも見てもらうと、コードがちょっと違ってきたりとか、ここも決めって書いてあるんで、毎回同じじゃないんですね。この G シャープ押し、A シャープ押しっていう、この並びですね。ここもそう。はい。ひとまずこんな感じ。で、ここで間奏が入ります。感想は入ります。で、本来だとここから2番が始まるんですけど、ここがガズレレ、ショートカットアレンジということで、ここからもうその最後のラストのサビの応酬ですね。はい。これは1回目のサビとほぼコード進行一緒です。歌詞がね、ちょいちょい変わってくるという感じで盛り上がって最後終わるよという感じなアレンジになっております。これ面白いことに、この6ブロックなんですよね、これ。ほら。ね、この一つの、なんていうのかな、フレーズが。この辺が面白いですね。はい、これがガズレレアレンジになっております。じゃあ出てくるコード見ていきましょう。ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、今のシンプル簡単バージョン、今書いてこのコードですね。言っていきます。C、Am、F、Dm、G7、Em7、D7 です。今日はだからコード7個でしたね。今シンプル簡単バージョン。7個の入門コード出てきました。これ7個もあるな、多いなと思っても安心してこれ。ガズレレでは入門コードこれです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思った方に、一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードがあるんです。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけど、いっぺんに10個覚えようと思うと、ごっちゃごちゃになるんですよね、これまた。そして私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。この動画を見たら10個のコードね、楽しく覚えられるんで必見ですよ。はい。今日はその中の7個ですけど、遅から早からこのガズレレ必須コードは覚えていって、くださいねというお願いでございます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。この曲はですね、歌はやっぱりちょっと皆さん、この曲はね、歌いやすいと思いますね。やっぱ昭和の曲のすごく ありがたいのはですね、やっぱみんなすで、みんな、歌えるように設計されているっていうことでしょうかね。みんなで一緒に歌おうよっていう、そういうニュアンスがすごく含まれてるんで、結構歌うのは簡単なんじゃないか。しかもね、これ、今のこのキーだと、女性すごく歌いやすいと思いますね。まあ、ガズさんは逆に低すぎちゃって、上で歌うと高すぎちゃうんで、この C から始まる、髪を切った、これ女性に歌うのおすすめだと思うんで、これね、ぜひね、チャレンジしてくださいね。はい。じゃあ、こっからですね、ちょっとね、急にね、レベルが上がるかもしれないですけど、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはね、コードいくつか追加になります。まず、ちょっと次々に行くと、イントロで出てくる C サス4。これは簡単なんです。C と、これ C ってここでしょ。サス4って C を押さえてるところに、これが足されます。2弦の1フレットが。はい、こう。C、サス4、C。はい、入れる、離す。はい、これだけです。これイントロでね、これね、かっこいいフレーズがあるんで、ちょっと後で解説します。C、サス4を使っていきましょう。あと、これセットでご紹介。これたまに出てくるコードなんですけど、ガズレレでは結構欠かせないコード。G シャープ星と A シャープ星。この星って書いてあるやつは他のミュージシャンに言っても全然通用しませんから、ガズレレだけでなんていうのか、みんなの共通、ガズレレだけの共通言語としてこのコードの名前を使っております。ちょ、本当は正式な名称があると思うんですけど、ただガズさんがこう押さえて、あ、この響きはいいなと思ったのをなんか表現が分かんないで星ってつけて、そんな風になっております。はい、押さえる場所はですね、こことこ
こことここなんですね。こういうふう、はい。で、このね、形っていうのは G というコードがすごく参考になると思います。この G というコードの押さえ方、ちょっと以前めちゃくちゃわかりやすく解説してる G というね、この動画があるんですよ。この動画をまず見てもらって、まあ、見てもらうといいと思うんですけど、これ、概要欄に G の、押さえ方の、動画のリンクを貼っておきますけど、まずこの G という形をちょっと押さえてもらってですね、こんな風か、あるいはこんな風。この形のまま一個ずれるんですね。ここです。これが G シャープ星。ちょ、ここと、こことここってことになりますね。こうですね。そうすると音、4弦も弾きます。いい音でしょ、これ。はい。で、これが G シャープ星。で、A シャープ星っていうのは、この形のまま、こっち側に2フレットずらします。1個2個こうです。そうするといいでしょ。これセットで使うとかっこいいんですよ。 G シャープ星から A シャープ星、素敵じゃないですか。これを使っていきます。サビでこのコード出てくるんでね、このコンビネーションがすごくかっこいいんで、ぜひこのコードちょっとね、2つセットで覚えちゃっていただくのがいいかなというふうに思います。ちょっとこの G の押さえ方がこう2通りあるんで、こうやって押さえるかこうやって押さえるか、この辺ちょっとねよくわかんないという方は、さっき の G の、解説動画概要欄にね、その G の押さえ方徹底研究動画も貼ってますので、ちょっとやってみてください。はい、このコードを使ってかっこいいバージョンをやっていきます。そしたらリズムの紹介、今日出てくるリズムはこれ、ドン8ビートのチャットカッティングです。今日はですね、いろんなキメが入ってきてですね、これ80年代の曲ってシンプルなんですけど、このキメがですね、面白いのが特徴なんですよ、80年代の曲っていうのは。はい。今日、今書いてあるこの2つのリズムの、解説、ここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガゼルニホームページの1枚で、8ビートのジャー、カッティング、それぞれの濃厚解説レッスン動画がそこにアップロードされております。もう穴がこう見ていただいて、この8ビートのジャーはですね、ガゼルニの中でも一番出てくる、もう定番中の定番のね、ロックとかポップスのもう本当にど真ん中のリズムなんで、ぜひマスターしてください。こんな感じです。いいでしょ、この軽やかな感じ、ちょっと元気いっぱいの疾走感、この聖子ちゃんのこの、ま、夏の扉で言ったらちょっとポップな感じがいいですよね。はい、ぐいぐいロックっぽくというよりはちょっと可愛らしく弾きたいなってとこなんですけど、はい、この、8ビートのチャーメインでございます。で、ちょっと今日キメが多いんで、もうだっとね、もう矢継ぎ早に説明していきましょう。まずイントロから、イントロは C と C サス4のフレーズということなんですけど、ね、こういうメロディーなんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ドゥダダ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 ダ、これを再現します。まずやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。これちょっと難しいの。よーく見てもらうと、ダダダ、カッティングで一回止めるのが結構ポイント。ダダダ、はい。今はフルオープンですよ。全部弾いてます。ダダダダダチャッダッダダチャッダダダハッダダダダダ。はい。これはですね、これ簡単そうに聞こえるけど、このイントロフレーズはなかなかハイレベルです。めっちゃゆっくりいきますよ。まず、どうしようかな。ダポダ。あ、じゃあ C サスフォーの時はポって言います。ダは普通の C。せーの、ダポダ、カ。今のカがカッティングですけど、せーの、ダポダ、カポダ、チャポポダダ、チャカ。ダポダ、カポダ、チャポポダダ、チャカです。これはですね、ちょっと難しい。で、これ難しかったら、さっきのシンプル簡単バージョンみたいに、8ビットのチャを弾きながら口で言う。そうするとこうなります。ダダ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 ダ。まずはいいと思うよ。このカッティング入れながらのこの C サス4のフレーズは結構高難度なんで、ちょっと後でじっくりやってみるのもいいと思います。まずこれ一回解説しておきましょう。そして歌の中でもどんどんキメが入ってくるんですけど、1番、髪を聞いた私に違う人を見たいと、あなたは少し照れたように、この後前を歩いてく、ドン、ダンス、ドン、ダン、ダン。はい、このキメかっこいい。これもカッティングですね。ちょっとね、前を歩いていく、いきますよ。 D7 から、せーの、前を歩いて、 G7 で止めて、アップで、アップで F、 ダーツツツ、 F、 C で G7、 はい、口で言うとダーツツツ、ダーツドーツダーですね。 G7、 F、 C、 G7、 はい、この表記するとこういう風になります。まず G7 で G だったった F、 1個目のブロック、これ G カッカッカ F、 このカッカッカ
がカッティングですからね。G カッカッカ F で C から G7C コンペーション。この矢印マーク、これシンコペーションとってリズムがズコンと前に来るよっていうことなんですね。C と G7 のところだけ、最後のところだけやってみると、ダンダトーンですね。普通だとダンダダドンドンなんだけど、ダンダトーンみたいな感じで前にジョコンと食い込んでくると。ちょっともう一回前を歩いてゆっくり、せーの、前を歩いてバトンエンターン、はい、きれい、こんな感じです。これ決まるとかっこいい。シンコペーションの決めってね、決まるとかっこいいんですけど、早くなっちゃったりするんで慌てないようにしてください。カッティングも入ってますからね。これこれディープトーン、ここもかっこいいですね。はい、じゃあ次の、今度は A メロの後半の方の決め、これもあるんですよ。同じようなとこ、ベールの向こうへ、この後やってます。せーの、ベールの向こうへ、タタ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 。今度はあのカッティングは出てこないんですけど、チャを使った決めですね。この FEm7FG のところですね。これチャ FF チャ Em7 チャ FF こんな感じです。もう一回、ベールの向こうへ、チャッパーパ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 。はい、こっちの方がちょっとさっきよりは簡単かなと思うんですけど、ノリが変わるんでね、その前の、普通の8ビートのチャから考えてみると逆になるようなイメージですね。もう一回ゆっくりいきましょう。ベールの向こうへ、チャッパチャッパンパチャッパンパチャッパンパ。はい、こっちはチャをうまく使った決めになります。はい、でいよいよお待ちかねのメインのフレッシュフレッシュフレッシュ、ここです。ここ今日一番やっぱりやりたいところ、ちょっと今のところからサビになだれ込むんですよ。ベールの向こうへから続けてやってみます。せーの、ベールの向こうへ、次来るよ、フレッシュフレッシュフレッシュ。はい、今のです。ダンツダンツダンドドド、これがかっこいいですね。これはね、シンコペーション連続なんですけど、 C は普通に C で、次 Em7 アップだからシンコペーションね。シンコペーションで Em7 で、次 Am もシンコペーション、今度はダウンになります。ダンツドンツドーン、なんかバンバンバンですね。もう一回ゆっくり C Em7 Am 伸ばして G7、 最後ダンダンダン、この G7 3発がかっこいいんですね。これちょっと203連っぽいんですけど、あんまり意識しなくても、この中みんな聞いてるイメージでいいと思います。もう一回ゆっくり、せーの、ベシベシベシ、ダンダンダン、夏の扉、こんな感じです。はい、でこのシンコペーションが2つ連続なんですけど、 Em7 はアップ、 Am はダウンと覚えておくといいかも。フレッシュベシベシね、 Am ダウンだったでしょ。フレッシュ伸ばして、ジャンジャンジャンです。これチャの位置もよく聞いといて、ダンジャダンジャダンチャカダンダンダン、こんな感じです。はい、ここはちょっとぜひ決めていきみたいな。でその後、夏扉を開けて、この次にも G シャープ星と A シャープが星が出てくるんだけども、これもね、2パターンのここあるんですよ。私をどこか連れて行っての時はちょっと決めっぽいです。夏扉を開けて、G シャープ、G シャープ星、G シャープ星、G シャープ星って3回弾いたら、最後にチャッパーで A シャープ星1回です。ダンダダチャッパーみたいな感じ。連れて行ってですね。言葉に合ってる。連れて行って、ダンダダチャッパーンって決めますね。はい。そして次。フレッシュフレッシュフレッシュ、ダンダンダン。後半ですよ。扉を開けて、裸の歌に包んでくれる。はい。こっちはじゃあ若干じゃあ普通の8ビートのチャですね。なんであのここ G シャープ星と A シャープ星が出てくる、星が出てくるコードは2つのパターンがあるよ。ダンダダチャパーンで出てくるパターンが前半、後半のところはダンジャカジャンジャカって普通のパターンということでございます。はい、ということでね、気がつくとね、結構キメが多いんですけど、で基本的には心地よい8ビートのチャのドライブ感、軽やかな感じで、まあまさに夏の扉をドーン開けて
けていこうみたいな、そんなね、エネルギーに満ち溢れた、あの、可愛らしいラブソングですから、もう元気いっぱいに歌っていきましょう。はい、そういうわけで、松田聖子さんの夏の名曲の、この夏の扉をですね、このガズレレアレンジでやって、いこうということなんですけど、松田聖子さんね、もう40、あの、去年40周年の、あの、キャンペーンみたいなのやっておられて、今年は、ね、武道館公演もあるということでですね、まあ、これ、どうですかね、さあ、行く方もね、この曲こう、自分でウクレレ弾いてですね、あの、松田聖子さんとこう一緒に応援するみたいなの、それも楽しいと思います。この曲のやっぱこう世界観、80年代ならではの可愛いポップな感じ、また頭に思い描いてですね、気持ちよく夏のこの青空、今も入道雲がバーッと見えてね、青空が広がってますけどね、こういう空の下で歌うとめっちゃ気持ちがいいですよ、皆さん。はい。全開で歌っていきましょう。それではやっていきましょう。松田聖子さんの夏の扉。みんなで開けていきましょう。かっこいいバージョン。やってみる !1、2、1、2、3、4。バージョンやってみました。これはですね、面白いキメが結構ね、あのうわーっていう感じで来ると思うんですけど、まあ夢中になってちょっと楽しんでやってみてください。まずはシンプル簡単バージョンで、ね、思いっきり歌うっていうのもいいと思うんですけどね。はい、この夏ちょっとトライしてみていただくのはこの曲いいんじゃないかなというふうに思います。さあやってみてください。で、先ほどもお伝えしたんですけど、ガズのこのウクレレたち、ガズモデルだとかバカママウクレレ、初めてウクレレ、薄レレとかフルラインナップでですね、販売と予約が、再開になっております。はい、ガズレレ公式ホームページの、ウクレレのところを見てもらうとですね、今何があるかで在庫一目瞭然になってますんで、ぜひご検討している方、あのまずホームページに見に行くだけでもね、なかなか面白いことになってるし、あのちょっと前に昨日なんですけどガズさんも紹介の動画と撮ってますんで、色々ちょっとチェックしていただければなというふうに思います。ちょっと冒頭にもお知らせしましたけど、ガズレレ2年ぶりのイベントということでご紹介させていただいてるんですけど、本当ありがとうございます。9月の9日と9月の9日の東京吉祥寺と10月21日の大阪、梅田なんですけど、ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえまだあと3会場、まだチケット予約受け付けておりますので旅に出ましょうよ。まず8月18日仙台です。皆さん、ずんだ餅と、牛タンと、笹かまぼこを食いにグルメツアーと一緒にで、いや、なんか来るのはいかがでしょうか。夏休み中ですよ。8月18日。9月の2日は名古屋です。名古屋といえばもう手羽先とですね、あと台湾ラーメンとですね、食べ物ばっかりなんですけど、ウイローとかありますからね。はい。で、11月2日は横浜です。横浜といえば中華街だとかね、いろんな美味しいものありますから、あの、中松とかまで行くとね、もうおしゃれな店もいっぱいし、そんな感じで他のものとこう抱き合わせでこうガズレレツアー参加するのいかがでしょうかということで、ご案内中です。概要欄にリンク貼っておくんで、ちょっとしっかり見といてください。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソング
ブック4も大好評、新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピというアプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですね、アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とかあのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのはリットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またねオリジナルとデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレドットグ、このホームページを見てくださるといろんなものがね載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと最近ガズがもう一個始めてるピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃうガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がっててかなり面白いことになってます。これねクレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレガズピアノ両方であっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さんバイバイ、ごきげんよう。